皆さんこんにちは。電気電子工学科の一内です。今回はですね、この電気電子工学科プログラムとしてスマートフォンで世界を動かすという題をですね、私から簡単にですね、お話しさせていただければと思います。電気電子工学科の特色は情報機械、そしてですね、まあ、他の学科とのですね、非常に仲のいい連携した学科というところがまずですね、特徴があります。まずはこの2つ、情報と機械では、情報工学科ではセンサー、スマートフォンのタッチパネル、あるいは通信技術、光ファイバー、そして AI、機械学習、こうしたことで連携をとっています。機械工学さんとはモーターや 3D プリンター、あるいは発電事業といった非常に大きな括りでですね、一緒に仕事をすることが多いです。この実は情報さんと機械さんの間にはですね、必ず電気電子工学科がですね、間に挟むような形になるんですね。直接的にはですね、ちょっと残念ですが、情報さんと機械さんまで直接はちょっとやり取りはできないというのがですね、今現在のですね、産業構造を含めてなっています。また電気はですね、建築さん、あるいは都市環境さんとも仲が良くて、建築さんとは照明、空調、屋内配線、こうしたことは必ずですね、一緒に仕事をやります。また都市環境さんとはですね、もうちょっと大きな構造物としてダムや水力発電、道路照明や最近ではですね、防波堤なんかにはどんどん津波を検知する津波センサー、こうしたものはですね、電気電子の分野ですので一緒になって仕事をします。つまりですね、工学部、この本学にはですね、5つありますが、この全ての領域から頼られる存在、それが電気電子工学科になります。またですね、この全ての領域をつなぐ存在でもあります。さらにですね、電気電子工学科というのはこの工学だけではなくて、近年多くの電気電子工学に関わるノーベル賞、ノーベル物理学賞が盛んにですね、賞をですね、受賞しています。まあ、ここにはですね、簡単に一例、非常にですね、電気が関わってくるノーベル賞ですね、これだけたくさん多くあるわけです。こういったノーベル賞にも直結する自然を理解し、そして解明する、それを世の中を便利にしていく、そうした学問であると言えます。さて、本学の電子工学科の特徴に戻ると、本学はですね、エレクトロニクス系とエネルギー系、2つの領域に主にですね、研究対象としています。エレクトロニクス系はカメラやスマートフォン、下に見える丸いやつ、これは CT スキャンですね、体の断面を取る医療機械になります。あるいはエネルギー系は風力発電、風車に見られますね、あるいは太陽光発電、最近では車も電気自動車やハイブリッド、こうした領域ですね、サポートするのがこの資格取得という形になってきます。これは前回のネットオープンキャンパスで私がですね、講演の方を依頼した3人の先生方になります。佐々木先生、木村先生、村口先生、この3人の先生方のプログラムはこういった内容でした。佐々木先生からは電気電子工学技術を利用した芸術作品作り、村口先生からは地球環境にも優しい高効率デバイスの開発、木村先生からは ICT を活用したゲーム作りから最新の量子コンピューターという題で講演を依頼しました。この3つはですね、どちらかというとこのエレクトロニクス系の内容になります。今回私が話するのはエレクトロニクス系はね、前回やりましたので、エネルギー系ではなく、このちょうど間に続けるエレクトロニクスとエネルギーのハイブリッドのお話について私からお話したいと思います。
とはいえちょっとだけエネルギーをまず先に触れておくと、エネルギー系については先ほどもありましたこの発電、ここには写真ではないありませんが、火力や水力、原子力も当然やります。であとは風力、太陽光、こういったものが主にあります。また家電、テレビや冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、空調、場合によってはスマートフォンなども、これらもですねエネルギー系の対象に入ってきます。最近は車、そして電車、今ですね卒業研究としてはなど人工衛星の作成にもですね取り組んでいたりします。こうした領域がエネルギー系になってきます。これについては後ほどまた簡単に触れたいと思います。これは前回私がですね簡単に講演しました、この十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない、これはですね昔非常に有名な小説家がですね述べた言葉ですが、もうすでにこのようなですね現実がすでに始まっていると。キーワードはこれでした、スマートフォン。そこで今回はこのスマートフォンを使って、じゃあ実際にですね我々がどのようなことをしたいかということも考えていきたいということがお話です。スマートフォンを使って世界をコントロールしたいというのが我々のやはり欲求になってきます。例えば遠隔でこういったオンオフライトのですねオンオフや、あるいは調光、明るさをですね調整したい、遠隔で発電量、あるいはこの出力の方を調節したい、さらに最近車の自動駐車をしたい、車のバック駐車苦手な方もまだ多くいます。そういった方のためにですねなんとスマホからですね車をここにバックで止めてほしいということをですね命令することで実は止められる、こうしたことはすでに実現されていますし、もちろん電気電子の学びで全て実現してできます。では実際にどのように行うんでしょうか。これら3つの例を挙げましたがちょっと複雑そうですね。しかし原理としてはですねたったこれだけなんです。オンとオフ、そして中間という状態を用いるということで、実はこれら全てが実現することができています。オンとオフの例です。このように波形を書くとオンオフオンオフオンオフと合わせて8回分ですねこのように入れ替わっているような状態を作ります。これに我々は数字を当てはめます。このようにオフの時は0、オンの時は1、今は01010101と今4回分の繰り返しですね、繰り返しは4回、8個数字が並んでいます。このままではちょっと使いづらいんですね。そのためこのように4つをペアにして2つの数字、ここ真ん中にある55という数字がありますが、これがいわゆる16進数。これも我々人間にはちょっとピンときません。そこでこの16進数をこの10進数85、これは我々が普段使っている数字ですね、このようにオンとオフ2つしかないんですが、上手に付け合うとこのように数字、10進数の数字としても用いることができます。オンとオフで数字を表現することができます。さらにこの数字自体に意味付けをしていきます。色や文字、こうしたものがさらに並ぶと絵、そして文章になってきます。まさにこれがコンピューターの仕組みです。そしてこの0101というのがコンピューターに対する入力、そして出力にも対応することになっています。さて
これをでは LED に入力するとどうなるでしょうかというのが今回皆さんに見せていただきたいと。では実際にどのようにやるか、これを使います。スマートフォンはですね、直接 LED につけることはちょっと難しいです。そのためこのラズベリーパイ、こうした小さいコンピューターを使ってやります。これを使ってこのように私はシステムを作りました。スマートフォンからラズベリーパイに命令をし、そしてラズベリーパイは直接 LED に接続する。非常に配線もシンプルで、かつ分かりやすいシステムになっています。このラズベリーパイ自身も非常に安価なものです。だいたい5000円。皆さんのスマートフォンはおいくらでしょうかね。これを私のスマートフォンからこのように010101という信号を出したいということが今回やります。本来であればここにこのようにですね、山積みにしましたこのラズベリーパイ、皆さんにですね実際に来てこのように実験をしてもらおうとですね今回用意しましたが、ちょっと残念なことで、まあ私一人での実験となります。しかしながらですね、これは皆さんが持っているスマートフォンからでも簡単にですね使うことができます。私も今回このね自分のスマートフォンからちょっと簡単な実験をします。ここに2つの LED を用意しました。見えますか。こちら側、今撮りましたこちらですね、これは乾電池、電池で常にオンになっている状態です。これがずっとオンです。そしてこちら見てわかりますか、点滅しています。私は今このラズベリーパイ、これで1秒間に5回のオンオフというような命令を今出しています。オンオフですから当然この LED が切れたりついたり、これを繰り返しているわけです。ではこのオンオフ、1秒間に5回程度であれば我々スイッチできますね。これを1秒間に500回オンオフ切り替えることで切り替えたいと思います。では私のスマートフォンから実際にオンオフ500回繰り返したいと思います。どうですか、点滅していますか。このようにこれが今常にオンな状態、そしてこれが1秒間に500回切り替えている状態になります。明るさを比べてみてください。この 100% ずっとついている状態の、まあおよそ半分の明るさになっているということが見て大体わかるでしょうか。このようにするとなんとオンとオフしかやっていないんですが、その中間の状態を表現することができています。このように1対1オンとオフを繰り返すと、これが50対50の比であれば 50% の明るさ、この比を例えばオフを 25% オンを 75% にすると75% の明るさになります。こうすることで単純にオンとオフ2つの状態からこの火の状態、これら全てを使うことができます。これが中間の状態です。このことを我々は PWM 制御と言います。現実にほぼ全てのですね電子機器、まあ他の車含めてですね、そうした機器がですねこの PWM 制御によって実際に動いています。つまりこれが世界を動かしていると言っても過言ではないわけです。たったこれだけのシステムで先ほどの3つの例も全て動いています。ただし条件がありました。それはここで見ていただいた通り、
この情報オンとオフというのをものすごい速い速度で行わなければですね、先ほどのように点滅した状態として見えてしまう。その中間の状態としてはちょっと見えないわけですね。その素早い切り替えもすでにこういったコンピューター使うことによってすでに可能なわけです。近い未来ではこれを見ていただいている君たちが考えたですね、デバイスがきっとこのようにですね、オンオフを使ってものを動かすようになります。スマートフォンで世界をですね、自由にコントロールできる技術者になりませんか。そう望む人はぜひ電気電子へようこそ。これが私からの簡単な講演になります。しかし待ってください、あともうちょっと残ってます。そう、電気電子工学の特色としてこの残り半分エネルギー系が残っています。ちょっとここでは時間がなくてですね、紹介ができません。エネルギー系はですね、電気電子はこのお二方がですね、非常に力を込めて研究されています。八神先生と一之江先生です。この顔にピンときても電気電子です。さらに本学ではこのこのラボサイトというサイトですね、ここで我々教員がどのような研究を行っているかということも記載しています。ぜひここでこのラボサイトのですね、を確認してもらって、我々のですね、研究と何かしらのね、興味を持つことができるような研究を見つけてみてはいかがでしょうか。電気電子工学科の講演はこれで終わります。ありがとうございました。